こんにちは皆さん、Lニュースです。今回も中東からちょっとしたトピックスを取り上げて皆さんにお伝えします。こちらはドーハの旧市街にある人気観光スポット、スークワキフです。スークとはアラブにおける市場を指し、このスークワキフはかつて商人たちの一大トレーゾドーンとなって栄えていましたが、時代とともに衰退。2006年には生き残りをかけ観光客誘致を目指し大改装が行われました。そして今回はスークの人気レストランダマスカワンを訪れました。伝統シリア料理がアラブ音楽とともに堪能できます。レストランにご一緒させていただいたのは早稲田大学の教授の皆様。先月1月にカタール大学と早稲田大学が学術交流促進に向け MOU を締結しました。今後カタールと日本の大学間の具体的連携が進んでいきそうです。それではまた次回、バイバイ。